はい、こんにちは。今日は海遊館レポートということで、今見ていただいているのは大観覧車ですね。で、こちらの方が海遊館。この中にですね、ジンベエザメとか魚がいろいろ泳いでるというわけです。こちらの方が、入り口になりまして、それで、確か大きいエスカレーター見えたと。マナちゃん行くで。とりあえずちょっと入り口付近まで移動してみます。これはジンベエザメのモチーフですね。登るだけ。見るだけ。はい。この間入りましたよ。ちょっとジンベエザメのモチーフ。夜になると綺麗でしょうね。マナちゃん、ちょ、こっち。向こうが大観覧車ですね。ジンベエザメ。ほら、サメ。で、ジンベエザメやって。こちらの方が入り口ですね。向こう側から入っていくという仕組みになります。で、入場券をここで買うというわけですね。大人2,000円、小中学生900円、4歳以上400円、4歳以下300円です。で、窓口のお姉ちゃん不愛想なんでご注意ください。下行ってみようぜ。これ持って、また外出るから。帰へんで、行くで。行っとくだけ。マナちゃんゲーム、ゲーム。先ほどご覧いただいた海遊館の本館なのですけれども、あそこですね。ちょうどエスカレーターをずっと登っていただいて、上の階から、見るという。
まで伸びていくんですね。あんまりあので、階からぐる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 その水槽を 見ながら見て降りてくるというわけですので、あちらの方にマーケットプレイスという、まあ、ショッピングモールがあったり、あちら側はキャンパス、綺麗なスポットで、結構ですね、写真趣味な方はここに来て写真撮られるということが多くあります。右側が神戸方面ですね。で左側が南港ということになります。海遊館の紹介終わりということになります。失礼いたします。